皆さんこんにちは。大阪を拠点に東名阪を中心に活動しています、アイドルの僕がさくらです。今日はですね、最近筋トレをちょっと本格的と言ったらちょっとガチの、ね、トレーニーの方に失礼ではあるかもしれないんですけども、ちょっと今日はプロテインパンケーキミックスというのをね、ファンの方にいただいたので、それをちょっとね試してみたいと思います。でですね、今回ちょっとその試していく商品、難しい、わかんないものがこちらです。じゃん、マイプロテインさんのプロテインパンケーキミックスっていうやつなんですけども、これがどういうあれかと言いますと、だいたいね1食分が186キロカロリー、すごい低いね。で、脂質がなんと 3.2g しかない。で、炭水化物が 5.6g、 そしてタンパク質がなんとこれね 34g なんですよ。で、これがどれだけすごいかっていうと、大体プロテインドリンクの、1回分が、まあ海外製とかやったら大体24とか5とかそれぐらいと思うんですけど、けどそれを上回ってるんで、これすごい優秀だなって私は数字を見た時にはすごい思いました。で、あとはね、減量期の時に食べられるスイーツの一つでもあるかなって私は思います。で、大体ね、その脂質が少ないスイーツが和菓子が大体多いんですね。でもパンケーキって洋菓子じゃないですか。私和菓子がすごい好きなんですけど、結構甘党なんで甘いものいっぱい食べたいんですよ、やっぱりね。でも普通のパンケーキってなるとカロリーがね、ちょっとすごくなっちゃうし、脂質もね、糖質もすごいと思うんですけど、これだったらなんとか乗り切れるんじゃないかなと思います。じゃあそれでは早速こちらのマイプロテインさんのプロテインパンケーキミックス作っていきます。はい、そして材料がこちらになります。水が 150ml と卵1個、なんかヨーグルト入れたら一石二鳥らしいです。でも油も使うっちゃ使うんですけども、ほんのちょっとしか使えません。もうほんのちょっとだけにします、私は。はい、そんな感じです。あとはメインのプロテインパンケーキミックスを使いたいと思います。それでは早速作っていきます。ではね、このこちらのプロテインパンケーキミックスを50g 入れます。これ付属のやつなんで、すり切り1杯入れたいと思います。これはね、2杯らしいです。ちょっとえいよ、しすり切り1杯いきます。1、結構な量ですね。そりゃそうか。あ、難しいよねこういうのってね。うちね、これあんま得意じゃないんだ。 OKOK。 はい、これで 50g です。ちゃんと締めますね、衛生的にあれなんでね。でね、これヨーグルトなんか使った方がいいんですけど、いいって書いてたんですけど、なんかね、一応糖類ゼロで脂肪分ゼロのやつを選びました。で、まあ、どれぐらい入れていいか分かんないんですけど、まあ個人差じゃないわ。もうとりあえず大さじ1杯だけ入れておきます。こんなもんかな。入れます。 OK。で、卵をねまた入れていきますね。で、なんかね、そう、あ、白目がちょっと出ちゃったな。そう、結構ねダマになるらしくて、水を少しずつ入れていくのがポイントらしいんで、ちょっと若干これ水を 150ml 入れていこうと思います。少しずつね、こんなもんかな。よいしょ。あ、確かにね、これダマになりますわ。結構なりますね。あ、いい匂いがする。なんかね、甘い匂いがしますね。少しずつ入れていきます。本当はね、牛乳とかで割った方が美味しいらしいんですけど、なんかそのまあ牛乳も低脂肪のやつを選んだらね、私はいいと思うんですけど、ちょっと一応ワンマンが近いんで、少しでもいい感じに仕上げていきたいんで、
ここはお水でやっていこうと思います。あれ、パンケーキミックスってこんな水っぽかったっけ？入れすぎじゃないのかな。本当にこれで固まる？大丈夫？すごい不安になっちゃったよ。あれ、パンケーキミックスってこんなサラサラだったっけ？サラサラじゃないよね、うん、でもまあ2杯って書いてたから、え、水入れすぎなのかな。油でもほんまちょっとだけしか使わないです。ちょっとだけしか使わないです、本当に。終わり、これだけ。不安だもんでね。広がらんこと広がらんこと、これは広がらん。おー、でもいい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 、もうコーティングされてるフライパンじゃけん、いいの。本当に合ってる、これ合ってんの、ま、めっちゃ難しくない？ちょっと詳しい方いたら教えてください。多分私これ間違ってると思うんで。あ、やだ、ちょっとね、これも。温まったかな。よし、やっていきますね。いけ。おお、あ、広がる広がる。そんなに広がらなくていいよ、本当に。え、汚っ。え、いびつすぎて草。え、私の知ってるパンケーキはこんなんじゃない。え、これは草、大葉草。これはやべえな。え、これマジで絶対違う、絶対違う。あ、ちぎれちゃった。料理下手くそか。料理じゃねえけど、こんなもん。ひっくり返した方がいいか。あい、私が知ってるパンケーキはこんなんじゃない。え、私はこんなのじゃない。皿準備してね。ちょっと一応、ちょっと待って、これはね、一応ね、第1弾だから。何これ、私が知ってるパンケーキこんなんじゃないんだけど。量が多いんかな。一回一回にいきます。えい、これです。違う、そうじゃない、間違ってる。フライパンのせいな、あの真ん中が盛り上がってる。あ、盛り上がって、あ、バイブスがすごいってことね、フライパンの。なるほどね。はいはいはい、フライパンがパーリーピーポーだったっていうこと。火が強い。あ、火が強い。すいません、僕で申し訳すまん。まだ焼けてない。焼けてるわ。え、誠に申し訳すまん。いいよ。バイブスが上がってんのね、フライパンの。あ、でもね、匂いはね、マジで普通のパンケーキって感じ。うん、バイブスすごいな、上がってんね。確かにこのフライパン真ん中上がってるわ。あ、バイブスがすごい。ただただバイブスって言いたいだけ。そう、バイブスって言いたいだけのやつです。はい、ねえな、これできてんのかな。あ、いけてるいけてる。ちぎれちゃった。知らねえよ、知らねえよ。これ結構一食分これで186キロカロリーなの。これ183だったっけ、6だったっけ、忘れちゃったわ。頭があんまりよろしくないから。本当にこれで180何キロカロリーなの？本当に？マジで？だとしたらすごいよ。マジで。ちなみにこれが今日の私の朝ごはんです。本当に？
まあ、だとしたらもううちこれしか食べなくなっちゃうけど大丈夫？絶対結婚できねえ女ランキングナンバーワンだわ。絶対誰も結婚したくないわ。結婚するなんだろう予定は本当に私の生涯ないんですけどね。あ、バチッチッチッ。何これ、メタモンみたいな形になってるんだけど。ポケモンじゃん。あとうちさ、こういうさホットケーキ焼くときね、昔ね食紅使ってねピンクとかにしてたの。可愛いじゃんピンクの方が。これ食紅混ぜたらダメかな。え、なんかちょっと可愛い、だるい犬みたいな形になった。だるい犬って何？だって昔使ってたフライパンでさ、なんかパンケーキ作るときうちこんなことになってなかったもん。絶対フライパンのせいで。そう、炊飯器でね最初作ろうかなって思ったけど、もう時間かかんじゃん。もう次で最後とかかな。バイバーイ。あ、えぐいっちゃったね。これはいきましたね。これ作り置きしてなんか冷凍保存とかしておいたらいいらしいです。はい、ここが死にましたね。ありがとうございます。これも焼くんじゃん。こっちね、いけ、焼くんじゃん。はい、完成したものがこちらになります。全部フライパンのせいだから、全部フライパンのせいだもん。うち悪くないもん。もっと綺麗にできるもん。だってできてたもん。もうなんかインスタグラムに昔のあのパンケーキ焼いたよっていう写真を載せてるんで、それを見てください。ほんと綺麗な丸なんで言い訳ですけど。はい、じゃあちょっと食べていきたいと思います。立ったまんま。ちょっと今すっぴんだからマスク外せないからさ、手でいくのってダメですか？手でいきますね。ちょっと薄いやつ、ね、いただきます。あ、え、美味しい。普通に美味しい。え、これ本当に180何キロカロリーですかっていうぐらい美味しい。すごい美味しい。めっちゃ美味しい。グリくない。え、思ってたのと違う。なんかパサつきがあるっていうのを聞いたことあったんだけど、ない。ヨーグルト入れたのが良かったのかな、わかんないけど、めっちゃ美味しいです、マジで。え、美味しいよ。え、ちょっとマイプロテインパンケーキミックスおすすめです。今食べただけでわかん、あのまだあれなんですけど、これでね 32g タンパク質が摂取できるんで、減量中に甘いもの食べたいときはこれがマジでいいと思います。終わりです。